こんばんばは、速の久保ですえ今回ねヘギそばについての健康効果こちらの方を調べてみましたちょっと見てみましょうかヘギそばの健康効果ヘギそばはふのりという海藻をつなぎに使った新潟県の郷土料理です普通のそばと比べて以下のような健康効果が期待できますということで豊富な栄養素が入っているということがねまず最初に語られております ビタミン B 群、そしてビタミン K、食物繊維にミネラル、カリウム、マグネシウム、鉄分。いや、ここまでね、入っていると、ま、普通の蕎麦よりはだいぶいいですね。まあそもそも私たちが食べている蕎麦ってのは、概ね小麦粉なんですよね。だから蕎麦粉じゃないんですよ。まあ言ってみれば、偽物の蕎麦なんですよね。ですんで、二八蕎麦とか十割蕎麦とか、 本当の蕎麦で作ってる蕎麦を探したいんですけども、これね、なかなかね、スーパーに置いてなかったりするんですよ。で、観光地にあるとわり蕎麦っていうのは、まあもちろん高いですけども、本来の蕎麦なんですよね。で、その蕎麦よりも、この新潟の平ギ蕎麦が特別に素晴らしいとされているのは、ここにも書いてますように、抗酸化作用ね、老化や生活習慣病の予防になるということなんで、 ヘギそばがそのままね薬になっているともう言えるんじゃないかなと思いますそして血糖値の上昇抑制血糖値の急激な上昇を抑えて糖尿病の予防に効果があるらしいんですよねそれから何といってもグルテンフリーですあの私たちがそばだと思っているそばは実は小麦粉で作られているということだったんですけどもこの小麦粉の中にはねグルテンっていう、まあ、体にあんまりよろしくない物質が入ってるんですよね まあですんで多くの人がそばを食べてるような気がしていて実は小麦粉を食べてますんでグルテンねこれが体内に入っちゃうのかなとまたグルテンにはアレルギーの方もいらっしゃるんでまあ先天的にそばがダメだよって方は多分このグルテンに由来するんじゃないかなと思いますまあこんな形でね私も10割そばっていうのを探して食べるようにしてるんですけども大体そうですねうーん 小麦粉で作られた蕎麦の価格は3倍ぐらいなんですよね。まあでも健康効果が高くて何よりも美味しい。ですんでこれからも10割蕎麦を選んでいきたいなと思うわけですけども、ただね、今回紹介した新潟のヘギ蕎麦。やっぱりね、このヘギ蕎麦が抜群なんですよ。まあ新潟っていうのはね、水も綺麗だし、食品に関しましては、なんかものすごい名産が多いんじゃないかなと思いますね。 そのうちの一つがヘギそばだと思います。皆さんも機会がありましたら新潟のヘギそばぜひ味わってみてください。それでは。